フルチの服にカップ麺の汁がついていることを気づいた方、コメント欄から教えてください。ちなみに皮にもついてます。え、まだついてんの？まだついてるよ。そう、恥ずかしい。なぜそれ言ってくださいのよ。じゃあニュースです。今回は CQB ゴースト草木店さんにやってきました。まずはウォーミングアップの無限復活ですね。風物は開幕左側に展開しますが、ここは激戦区と聞いてたので、ここでしばらく硬直します。今回フレチカメラもあります。なので2人の視点を入れ替えながらやっていくので、どうぞお楽しみください。多分ですがフレチ、これポップ調整をやっていますね。その間に冬物はやられてしまいました。この辺の回避方法、なんとなく浮遊物と似てますね。そして復活した浮遊物は中央部分を進んでいっています。今この辺り広場寄りを抜けてきた浮遊物と、左側を回ってきたフレチで B 工場の敵を挟んでいるような形です。フレチ側にヘイトがすごく集まっているので、いい感じに敵を落とすことができましたね。一方その頃フレチはというと、一緒にいてると思ってましたがリスポーンしていましたね。これはもしや、あ、ちょっとだけエイマ忘れました。ホップ調整してました今。すいません。やっぱりか。そして浮遊物、敵さんがあまり出てこなくなったので前に進んでいきます。右の小窓もしくは左奥の通路から敵は出てきます。警戒していますが、バッチリ見られたので行くとこまで行っちゃいましょう。いたまさかあそこで待たれてるとは思いませんでした。はい、続いては先ほどの裏ゲームですね。お願いします。ちなみにこのゲームはフレさんの録画ミスによりフレさん視点はありません。開幕最前線を目指しますが、あ、こっち出口ない。ここは行き止まりでしたね。まさか、出遅れたこともあり B 工場にすでに敵が侵入しています。他に敵がいないか確認しながら慎重に進んでいきます。前線を随分上げれたので左側を確認しに行ったところ、これは見つかってないはず、待機します。バッチリ見つかってましたね。復活して建物の中ばっかり行ってたなと思いましたので、左側広場の広いところに行ってみたいと思います。だいたい30メートルぐらいでしょうか、ロングレンジだったらあるようです。と、広場のど真ん中は意外と警戒されていないかもしれません。いや、かなり奇跡的な外し方をしていましたね。後続も来たので浮遊物前に進んじゃいます。攻撃をされているので下から体勢が悪かったですね。こちらでは前線より前に出ようとすると車線が一気に広がります。そして複数の敵に見つかってしまうといったようなパターンが多いですね。なので敵の意識をかいくぐるには広場と建物、この間をうまく縫っていくしかなさそうですね。浮遊物的にはこのルートがお気に入りです。先ほどはここのドアを入ったところに敵がいましたが、奥にいましたね。この部屋は取れそうです。
なし、当たった当たった。本フィールドではシチュエーションヒット制度があります。続いて復活1回のフラッグ戦ですね。開幕少し出遅れますが最前線に出ようとしますが、まあ、入ってる入ってる入ってる。続いてフレチの様子です。浮遊物のヒットに警戒してますね。フレさん光線モード、ダウンダウンダウン。いやナイスです。そして浮遊物が復活して前線に行く頃にはフレさんはこんなところに。だいぶ進めてくれましたね。ありがたい限りです。あ、こういうとこがフレさんですね。見えますかね、フレチの長弾ヒット。ちっちゃくてすみません。そして今この辺りもう少し進めれば敵のフラッグのある部屋に着くことができます。復活したフレチも戻ってきましたね。ここは慎重に。敵をたくさん倒したのでかなり警戒されているはずです。しばらくここで待機して、よし、いけると思いましたが、痛い。もう一方警戒してらっしゃいました。一方その頃フレチ、浮遊物のヒットコールに反応し浮遊物を倒したであろう人を探し始めます。おそらく浮遊物の声の位置から敵の場所を考えているものと思われます。かなり丁寧なクリアリングを行っていますね。しかも低い位置からこれは見つけにくい。そしてその後フレさんフラッグのすぐ近くまで行きますが、フラッグ目前 FF あるあるですね。はい、この動画を見てバッチバチの CQB で打ち合いたいなって思った方は高評価チャンネル登録お願いします。フレチが今噛まずに言ったんですが、テイク何歩か皆様予想してコメント欄から教えてください。そんな噛んでないよ今日は。あんま噛まんかったね俺。それじゃあじゃあねー、うん、マジで最後口サイドでかいわ。君、シガレットを持ってきます。ここはシガレットでいい。